Thank you.
Thank you.
Thank you.
そうですね。また期限が厳しい。間に合うのかこれ。ルシエールはツイッチで見るんですか？現場には行かない。パブリックビュー。今 家の 移動時間2時間往復よ、4、5時間だから ランク5回いける。アベーバ、アメーバアベマ？ああ、なんか、公式の番組でしたっけ？次回は外へ。まあパブリックビューイングみたいに気楽に行ける方が無料だしいいですけど チケット争いはまあ疲れるからあんま好きじゃない。シーズンってスプリングとサマーとワールドでの3つでしたっけ？大まかに。秋と冬は今なかったような。まあその辺も全然詳しくないの 普段の大会見てないから。ああそうですね、国際大会出てちょっとしてぐらいからもうシーズン2個になりましたよね。まあ選手は休めないから。ああね、まあ南半球で大会ってあんま聞いたことないけど。
あれって、韓国は違うんですかね。ええー、4箇所もあるんだ。知らんかった。日テレが一番大きいと思ってた。パブビュー。ああ、e スポーツスクエアね。スポーツスクエア、いいな。制限定のオープンレコとか面白そう。ベルサール秋葉原か。いいな。席は300席。あ、そう。公認って聞いたから日本テレビにしちゃった。グッズとか配られるのはこっちの方が多そう。あ、でも e スポーツスクエア500円なんですね。まあ日テレの方タダだからすぐ埋まっちゃった。値段書いてないかな。オープンレコ。オープンレコか。お招きいたします。最大3名まで同伴者お誘い可能です。あ、これ無料なんですね。まあ、これでもいいと思うけどな。公式が開いてあんな大きい東京ドームみたいなとこ借りて。でも、お金かかるだけで、なんか席空いてたしな。埋めるのに必死になってやる労力がもったいない気がする。ネットのゲームなんだし。へえ、ちょっと全部ちょこちょこ見てみたいけど。ていうか、誰と誰が戦うんだったかな。デトネーションか。いつもです。どっちかっていうとデトネーションの方が年齢が高い気がしますね。ああ、私は日テレの方に。無料で公認って聞いたので、どんなものかなと。絵の締め切りが次の日の朝、日曜日頑張ります。平日ちょろっと頑張って、ランクも行きたいけど、また色塗りがギリギリになりそう。線が頑張っとけばザーって塗れるんですけどね。かなーと思ったけど。いいな。でも、4箇所にばらけちゃうとね、みんな仲良く、ああ、いたんだ、みたいなのがあったんですけど、同じ場所だったら。4箇所だとばらけちゃいます。4箇所。おお、4箇所もあるんだ。ありがとうございます。
いつも誘ってくれる友達がどうするかしら分からなかったので、日テレのです、4つあるのは知らなかったです、全部少しずつ見たい。日テレの e スポーツ研究会みたいなところがやるみたいだから、なんかこれからテレビでどういう方針で e スポーツを扱うかとかやるのかな。とりあえず帰れるかですね。23時予定23時。まあでもね、やっぱ大きい会場だと準備も大変だし、めちゃくちゃお金かかる、スタッフも大変だし、いいと思うな、ネットの方が。そもそも、まあ、地方、ネットゲームだから地方の人も行きたいだろうし、地下っていうと4つが東京じゃなくて北海道、うん、沖縄とは言わないですけど九州、大阪、東京ぐらいにばらけてるとよかったかもしれないですね。北海道は割と決定的かもしれんけん、東北ぐらいですかね。せっかくなら次はそういう風にできそうですけどね。学生サークルはバラバラでやってるみたいなんでいいですね。あれ一般の人も入りやすいといいんですけど、やっぱ学生ってつけた方が学生行きやすいし、ゲームのメインは学生さんが多い気がするな。
まあでも23時までなので、危機故障とかでなったとしてもそんなならないと。他の場所もなんか23時とかだった気がしますね。確かに明言してるのはここだけなのかもしれない、日テレだけなのかもしれない。 e スポーツスクエアとパップスカイロケットのやつか、わ割と後ろの時間は指定してないです。僕レコレコいいな。グッズはまあまあまあオープンレコのやつ、あんま全然場所の、ああ場所はツイッターに書いてあるのか何時からとか全然書いてない。ああ、これデトネーション FM を応援するっていう現チーム寄りのパブリックビューイングなんですね。はあ、出す、なるほど、なるほど。確かに、応援しやすい、この方が。特定のチームは応援してないけど。ファイナル終了後、デトネーションフォーカスに選手との交流会って書いてある。交流会？終わったらこっち来るってこと。へえー、ん？オープンレコ、これ後から出す情報？ああ、そっかそっか、ちゃんと書いてあるのか。ああ、デトネーション FM 限定なんか。 FM ファンなら応援しやそう。ツイートしとこう。あーですね、そうですね。あ、そう、あらまあ、パブリックビューイング初めてだから楽しみですね。似てない、
王さんはどっちかのチームのファンなんでしょうね。ハロー、こんばんは。ハロー、どうですか、お仕事は。